皆さんこんにちは。昭和の終わりから平成の初めまで活躍されたロックスター尾崎豊さん、彼の死は日本中を悲しみに包むほどの衝撃で、今もなお彼のファンは多く存在しています。そんな尾崎豊さんですが、死因について不可解な面が多く、さまざまな噂が飛び交っています。さらに最近では不倫や隠し子がいるといった噂も出ています。果たして真相はどうなんでしょうか。そこで今回は尾崎豊さんの死因の真相や不倫などの噂についてご紹介していきます。独特の歌唱スタイルや激しいライブパフォーマンス、カリスマ性により日本の音楽シーンに大きな影響を与え、現在も多くの人に愛され続けている尾崎豊さん。そんな尾崎豊さんが亡くなったのは1992年4月で26歳で急死しています。メディアでは連日報道がされ、尾崎豊さんの若すぎる死に世間には衝撃を与えました。後日4月30日に東京都文京区の護国寺にて葬儀追悼式が行われ、雨の降る中参列者は4万人近くに上り、規模は美空ひばりさん、吉田茂さんに匹敵するものとなったようです。高いカリスマ性を誇っていた尾崎豊さんですが、生前は常にスキャンダルがつきまとっており、1987年には覚醒剤取締法違反容疑で逮捕、1988年5月12日に一般女性である茂美さんと結婚しており、1989年7月24日に長男の尾崎裕也さんが誕生していますが、1991年には女優の斉藤由貴さんとの不倫が発覚、そして1992年不審な死を遂げています。尾崎豊さんの死にはさまざまな憶測があるようですが、死因は何だったのでしょうか。尾崎豊さんは1992年4月25日の早朝、当時の尾崎豊さんの自宅であるマンションから約500メートル離れた足立区千住河原町の民家の軒先に全裸で傷だらけで倒れていたところを家主の妻に発見されました。5時45分ごろ警察に通報され、墨田区内の白髭橋病院に運び込まれたようです。診察した医師は生命に関わることも考えられるので専門医に診てもらった方がいいと診断したようですが、尾崎豊さんは妻と兄と共に自宅マンションに帰宅しました。ですが10時頃になって容体が急変、呼吸が止まっているのに気がついた家族が119番通報し、日本医科大学附属病院で手当てを受けるも、午後0時6分に死亡が確認されました。なぜ裸で傷だらけで倒れていたのかと思いますが、この亡くなる前日に妻の茂美さんと尾崎さんは後楽園近くのパーティーに参加、21時30分頃パーティーが終了し、喫茶店に入り旧友と再会、茂美さんと別れ旧友と芝浦のバーへ繰り出すと、尾崎豊さんは酔っ払い店員に暴行、午前1時半頃にバーを出てはタクシーに乗り込みます。しかし酔いは冷めておらず、タクシーの運転手にも暴行、午前2時40分頃運転手は千住橋の警察署へ駆け込みます。尾崎豊さんは運転手に謝罪し、料金を支払い警察署を出たそうです。ここから1時間ほどの足取りは不明となっています。そして午前5時頃に自宅から500メートル離れた民家で発見されるといった流れだったそうです。また詳細な時間については不明ですが、全裸で発見されるまでの間に庭先のブロック塀で頭突きをしている不審な男の目撃情報があるようです。この男性は尾崎豊さんではないかと言われているようです。はじめは事件性がないとして行政解剖が行われる予定でした。ですが全身に擦り傷があり、右目の上にコブもあることから司法解剖に切り替えられ、解剖が行われました。その結果、死因は肺に水が溜まる肺水腫であると発表され、最初は極度の飲酒によるものだと考えられていました。ですが尾崎豊さんの死から2年経った1994年に死体検案書がフライデーに掲載され、司法解剖時に尾崎豊さんの体内から覚醒剤が検出されていたことや、外傷性くも膜下出血と記載があったことが明らかとなりました。
これによって尾崎豊さんの死因について様々な憶測を呼びました。検視を担当した長谷倉隼人さんによれば、尾崎豊さんの死因は肺水腫であることのみを発表し、肺水腫の原因が覚醒剤中毒であることは伏せられていたようです。中毒は刑事的な悪化によるものではなく、大量の覚醒剤服用による急性メタンフェタミン中毒が引き起こした肺水腫で、頭部の外傷性くも膜下出血も極めて微量の出血のため死に至るほどの重症ではないと結論付けて言います。また内臓も覚醒剤を経口摂取した形跡があり、肺にも覚醒剤中毒の症状が見られたようです。尾崎豊さんの体内には致死量の 2.64 倍にあたる覚醒剤の成分が検出され、極度の飲酒のよるものだけではなく、覚醒剤とアルコール両方の多量摂取による肺水腫が死因と言われています。しかし司法解剖の結果が記された死体検案書のコピーが流出したことで事態は一転し、尾崎豊さんのファンを筆頭にジップ健一さんと実刑やすしさんが警察に再調査を求めて署名運動を始めています。それには10万人以上の人が尾崎豊さんの死の再調査に署名したとされています。死後も一部の報道の影響もあってか、尾崎豊さんに関する話題は絶えず、家族を攻撃したファンもいたようです。この時期に尾崎豊さんの嫁である茂美さんと息子の優也さんは嫌がらせを多く受けるようになり、恐怖からアメリカに渡米して生活の拠点を変えているようです。しかし署名を提出するも再検査は不可となり、警察の公表では自殺とされています。ですが死体検案書のコピーが流出したことや週刊誌で出たひどい外傷を見て、ファンの一部では他殺なのではという推測も出ていたようです。ですがこれはあくまで噂で、明確な証拠は出てきませんでした。ただ尾崎豊さんの父は自殺ではないと言ったり、真相は謎のままとなっています。現在最も有力な説は、尾崎さんは所属事務所から無理やり覚醒剤を打たれ中毒にさせられた後、金で雇われた妻の茂美さんの元彼である田崎という男によって殺害されたというもの。つまり茂美さんは夫である尾崎豊さんを売ったということになります。所属事務所とレコード会社が結託して尾崎豊さんの莫大な財産に手をつけようと企てた壮大な計画だったと言われています。しかし謎なのがこの事件、警察とメディアに圧力がかかっていたのがまず間違いないのですが、尾崎さんの所属事務所にそこまでの力はなかったことです。さらに裏側に協力者がいたのが予想されるわけですが、そこで囁かれているのがジャニー喜多川氏です。ジャニー氏は暴力団との関係も根深く、メディアはもちろん警察にも圧力をかけることができます。ジャニー氏は自らの覇権をさらに広げるために尾崎さんの所属事務所レコード会社が事実上の配下になることを条件に手を貸したと言われています。またジャニー氏は尾崎豊さんの才能に惚れてもいましたが敵対視もしていました。ジャニー氏は嫌いなタレントやジャニーズ所属タレントのライバルになりそうな人間をことごとく業界から排除していましたが、尾崎豊さんには妨害を行わなかったと言います。尾崎さんのセブンティーンズマップからスマップを名付けたという逸話もあるだけに、ジャニー氏は尾崎さんの大ファンだったという見方もありました。しかしジャニー氏が尾崎さんの活動に圧力をかけなかったのは自分が手を下すまでもなく、尾崎さんが近いうちに消えることを知っていたのではないでしょうか。いかがでしたか。今回は尾崎豊さんに関する死因などについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。